この世界は何でもできる。そうだよね、ウイ。魔法少女だって自分がなってなかったらそんなことありえないって思っちゃう。ウイがこうしてみんなの記憶から消えてることだって、でも本当に起きてる。不思議なことが起きてしまってる。それならきっとウイも、うん、ちょっと緊張するけど聞いてみよう、噂について。あのすみません、聞きたいことがあるんですけど。それで噂を調べ始めたのね。はい、そうなんです。今のところはどんな調子？何か噂は聞けたの？それがもうダメダメで、声をかけるのも緊張しちゃうし何もわかりませんでした。それは半端な気持ちだからじゃないかしら。あ、八千代さん、本当に真剣ならためらうことはないはずよ。半端な気持ちで首を突っ込むのはやめなさい。でもウイが関係してるかもしれないし。その事情は承知の上よ。だけどその調子じゃ一向に何もわからない。それに何かあれば噂に飲まれてしまうだけよ。まあまあまあ、いろはちゃんは悩んでるだけ。別に軽視してるわけじゃないわね、八千代さん。なんかすみません、心配させちゃったみたいで。別に心配しているわけじゃないわ。じゃあどうして止めたんですか？それに答える必要はないわね。え、それじゃあ御霊、今日も魔力の強化をお願いするわ。ええ、お代があれば大歓迎。奥で待ってるから準備ができたら来てちょうだい。いろはちゃん、水なくまで足を伸ばしてみる？水なくですか？確かね、神社にまつわる噂があったはずなのよ。詳しくは覚えてないんだけど、調べてみたらどうかなって。はい、調べてみます。噂のことまだ何も知らないですし。もし行くなら水な女学園はどうかしら？そこなら何かわかるんですか？ううん、年が近い子の方が聞きやすいかなって。あ、そうかもしれませんでしょ。はい、ありがとうございます、御霊さん。水な女学園、この辺りのはずなんだけど、地図だと右かな。こっちだね。あった、ここだ。いやー、歴史が古そうな校舎。確かに同い年ぐらいの人なら聞けそうな気がしたけど、これはこれで敷居が高いような。でもここで頑張らないとね。ようやく一歩前進したんだから。神社の噂？聞いたことないです。そうですか。何それ、何それ、縁結びのスポットならむしろ教えてほしいぐらい。あ、なんか聞いたことあるかも。本当ですか？でも別に興味ないから全く覚えてないんだけどね。うん、誰も知らない。もしかしたら魔法少女に話を聞いた方が早いかな。八千代さんみたいに何か知ってる人がいるかも。でもどうすれば聞けるかな。
お礼できるものもないし。魔法少女の誰か噂を教えて。なんて教えてくれたらいいのに。いいよ。え？噂のことなら最強の魔法少女ユイツルノにお任せだ。誰？さて何が知りたいのかな。なんでも教えちゃうよ。あの本当に教えてくれるんですか。噂はね、好奇心で調べたら危ないよ。特に噂と違うことをしたら絶対にダメだからね。あのそのあたりはもう。噂を消そうとするのも絶対にダメだよ。だって変な化け物が出てくるから。出てきたらとっても大変だよ。とってもだよ。あのだから私そのあたりは知ってるんです。じゃあねじゃあね。止まらない。へえ、妹を探して噂を。そうなんです。たぬきういって名前なんですけど知りませんか。いや知らないな。じゃあヒイラギネムっていうこと、サトミトウカっていう子は。おお盛りだくさんだね。待ってね、ちょっと考える。あ、ヒイラギって知ってますか。いや知らないよ。だけどいいこと思いついたよ。え、いいことですか。うん、口寄せ神社って噂知ってる。神社？すごい反応だね。あの私も神社の噂を調べてたんです。名前も今聞いたぐらい何も知らないんですけど。お、それは偶然のラッキーだね。知りたかったなら聞いて驚いた方がいいよ。驚く？うん。だってね、そこの神社に行くと会いたい人に会えるんだから。会いたい人？あのそれって目的にぴったりでしょ。すごいです。だからね、一緒に調べない？口寄せ神社。一緒にって私もいいんですか？うん、私も探してるから。それならぜひ。でも私噂につながりそうな手がかりとか何もないですけど。私も同じようなもんだよ。だから一緒に頑張ろう。はい、よろしくお願いします、ゆいさん。なんで私の名前を。最強の魔法少女だから。自分で言ってましたよ。あ、そうだっけ。気づかなかったよ。私は玉木いろはって言います。よろしくお願いします、ゆいさん。ゆいさんは硬いな。え、じゃあつるのさん。つるのちゃん。はい、ゆいつるのです。よろしく、いろはちゃん。いろはちゃん、頑張って噂を追ってるみたいよ。それに口寄せ神社の話ももう聞きつけちゃったみたい。いいの、八千代さん。止めたつもりだったんでしょ。こうなった以上は仕方ないわ。どうするつもり。何がかしら。絶対にいろはちゃんに会っちゃうわよ。さあ、答える必要はないわね。ういちょっとだけ前に進めたよ。会いたい人に会える。口寄せ神社だってなんだかみんなに会えそうだよね。ういもトウカちゃんもネムちゃんも。ソウルジェムに少し汚れが溜まってるけどまだ全然大丈夫。
よし、お姉ちゃん頑張るからね。